第4章本論に立ち返って我々は論じよう。いかなる知識も選択もことごとく何らかの善を欲し求めている。だとすれば、我々がもって政治の希求する目標だとなすところの善、すなわち我々の達成しうるあらゆる善のうちの最上のものは何であるだろうか。名目的には大概の人々の答えはおおよそ一致する。すなわち一般の人々もたしなみのある人々も、それは幸福エウダイモニアに他ならないというのであり、のみならずよく生きているエウゼーンということ、よくやっているエウプラッテインということを幸福にしているエウダイモネインというのと同じ意味に介する点においても、彼らは一致している。だがひとたびその幸福とは何であるかという点になると、人々の間には異論があるし、また一般の人々の諸説は智者たちのそれと趣をことにしている。一般の人々はすなわちあからさまな半然たる何者かを挙げる。例えば快楽とか富とか名誉とかを。ただその挙げるところは人々によって異なり、時には同一人が異なったもの、例えば病気の時には健康を、貧しい時には富を挙げるようなことさえある。彼らはしかしまた自らの無知を自覚しては、何かしら大がかりな彼らの手に合わないような論議をなす人々に感嘆するのである。一方、一部の智者たちはこのような多くの善のほかに、すべてこれら多くの善をして善たらしめる因であるごとき、何らか自体的な別の善が存在すると考えたのである。もちろんありとあらゆる諸説を吟味するということは、おそらくはあまり有意義ではないであろう。我々はただ最も広く行われている説、または何らかの断りを含むと考えられる説を吟味すれば足りる。我々はまた根源的な短所、ある形から出発する論議と短所へ向かって進む論議との差異を見逃してはならない。プラトンがやはりこれを問題にし、短所から出発する道と短所へ向かって進む道との区別、それは競技場において審判者のところから走路の終点へと走る場合と、その逆の方向に走る場合との区別に例えられる。を求めていたことの正当であるゆえんである。けだし、いつも我々は判明な事柄から出発しなければならないのであるが、判明な事柄といっても、これは不対応の意味を持ちうる。我々にとって判明な事柄という意味と、無条件的な意味における判明な事柄という意味と。ところで我々をして言わせれば、出発点は思うに我々にとって判明な事柄たるべきであろう。麗しき事柄、正しい事柄、その他一般に政治学的な事柄について十分な仕方で調考しうるためには、人は習慣の中から前もってある程度の知識を得ていることが必要であるのもこの理由に基づく。なぜかというに、ここでは何をなすべきかということ、補定が出発点なのであり、もし満足な仕方でそれが明らかに知られているのであれば、それのなさるべきゆえん、デイオテイはもはや必要ではないくらいである。習慣から前提の知識を得ている人は、根源的な短所をすでに把握しているというべく、でなくとも容易にこれを把握しうるに相違ないのである。だがもしそうでなく、このいずれでもないところの人は、ヘシオドスの次の言葉を聞くがいい。最上なのは、
自らすべてを悟る人、また良き言葉に従う人も立派なもの。だが自らも悟らず、他に聞くも心に留めないのは先なきやから。第五章。話のそれたところに帰って論じよう。人々の実際の生活から察するに、世上一般の最も低俗な人々の介する善とか幸福とかは、それは理由のないわけではないけれども、快楽、平度ねえに他ならないように思われる。彼らの好む生活が、享楽的なそれだと言えるゆえんである。けだし、およそ主要な生活形態に三通りがあるのであって、今言うごとき生活と、政治的な生活と、第三に、干渉的な生活とがそれである。世人は、だからこのうち畜生の営む生活を選択するものというべく、彼らはそれによって、自らが全く奴隷的な人間たることを露呈しているのであるが、ただ、権勢の地位にある人々の多くが、サルダナ・パルロス的たるところに、その生活の口実を見出すのである。これに対して、たしなみのある実践的な活動をしている人々になると、名誉がすなわち善であり、幸福であると解しているように思われる。政治的生活の目的は、名誉にあるようなものだから。しかしながら、名誉も我々の求めている善に比しては、より悲壮的なものであることを免れない。なぜなら、名誉はこれを与えられる人によりも、むしろこれを与える人にかかっていると考えられるに反して、我々の想定するところによれば、善とは、何らか本人に固有な、取り去ることの難しいものでなくてはならないのだからである。のみならず、彼らが名誉を追求するのは、自己が良き人間であることを信じたいからのようである。だから彼らは名誉を、知慮ある人々から自分を知っている人々に分かるような仕方で、自分の卓越性、かっこ得、アレテーのゆえに与えられることを求めるのである。それゆえ少なくとも彼らに従えば、アレテーがより良きものであることは明らかである。人は、だからあるいはむしろ政治的生活の目的は、アレテーにあると解しようとするかもしれない。これもしかし究極的なものとするにはかなりの距離があると見られる。なぜなら、アレテーを有しながら眠っていたり、生涯を無意に暮らすことも可能であり、のみならず、かかる人が非常な困窮や不幸に出会うことも可能であると考えられる。だがこのような生活をしている人間を幸福だとする人は、かっこあくまでも自己の流言に固執するのでない限り、ないであろう。こうした点については、しかしこれで十分である。ルフの書においても、十分に論じられたからである。第三は、干渉的な生活であるが、これの考察は後に至ってなされるであろう。蓄財的生活に至っては、いわば無理強いのもとに営まれる生活であり、富が我々の求める善でないことは明らかであろう。富は何かのために役立つもの、それ以外のもののためにあるものでしかない。それゆえ、まだしも人は、前に挙げたごときものを、それらはそれ自身のゆえに愛されるのであるから、目的と解すべきであるかもしれない。だがそれらも、これまで多くの論議がその弁護のために費やされているにかかわらず、究極の目的でないことは明らかである。この点、しかし一応これにとどめる。第六章。そして我々は、普遍的なそれ、と、カトルーの問題を考察し、それがいかなる意味において語られるかを問題にしておいた方がいいであろう。ケイソー。エイドス、カッコイコールイデア、なるものを導入したのは我々の親しき人々であるからして。かかる探求は、謙遜な層を示すのであるが、真理の確立のためには、
しかしながら親しきをも滅することがむしろいいのであって、それが我々の義務でもあると考えられるであろう。ことに我々は哲学者、愛知者なのであるから。けだし、真理も親しき人々も、共に我々にとって愛すべきものではあるが、真理に対してより多く尊敬を払うことこそが、敬虔な態度なのである。この説を導入した人々は、先とか後とかの認められるごときものについては、イデアを立てていないのであって、彼らが数のイデアというものを想定しなかったのも、この理由に基づく。しかるに、善、アガトンは、本質の場合においても、質の場合においても、関係の場合においても語られるのであるが、それ自身、独立的にあるところのもの、すなわち、実体は、その本性上、関係に先立つものでなくてはならぬ。なぜなら、後者は、あるものの彦映えというべきもの、あるものの不体性たる位置にあるものなのであるから。してみれば、かかるすべてに共通なイデアはありえないわけである。さらにまた、善ということは、有、恩というのと同じだけの多くの仕方で語られるがゆえに、すなわち、本質にあっては例えば神や知性が、質にあっては諸々の卓越性、かっこ徳が、量にあっては適度が、関係にあっては有用が、時間にあっては好機が、場所にあっては適重値がというふうに、これらがいずれも善だとされる。善は、これらすべてに共通的な、一つのある普遍ではありえないことは明らかである。というのは、もしそうだとするならば、それはかかるすべてのカテゴリーにおいて語られず、ただ一つのカテゴリーにおいて語られるのでなくてはならないだろうからである。さらにまた、一つのイデアに属するものについては、やはり一つの学問が成立するものである以上、あらゆる善に関して、やはり何らか一つの学問が存在していなくてはならないであろう。しかるに、実際には、ただ一つのカテゴリーのもとに属する諸々の善についてさえも、多くの学問が存在している。例えば、好機についてみてさえも、戦争の場合におけるそれについては、統帥学が、病気の場合のそれについては医学があるのであり、適度ということについてみても、食用におけるそれについては医学が、体育の場合におけるそれについては体育学が存在するのである。また、例えば人間そのものにおいても、個々の人間においても、その定義はいずれも同じ人間の定義であるとするならば、彼らのものそのもの、なるものがそもそも何を意味しうるかも問題であろう。というのは、人間そのものも、個々の人間も、人間であるということに関する限り全く区別を有しないはずであり、もしそうならば、善そのものも、個々の善も、善であるということに関する限り、やはり区別を有しないであろうからである。その場合、善そのものは永遠的なものであるがゆえに、それはより優れて善なのだ、というような議論も通用しないであろう。永久的な白は、単石に滅びる白に比して、より白い、などということはないのである。ピタゴラス学派の人々は、一を諸々の善の系列のうちに置くことによって、彼らよりも主眼するに足ることをこれについて語っているように見える。そして、スペウシッポスも彼らに従っていると考えられる。だがこのことについては別の論に譲ろう。今述べた事柄に対して、しかしながらここに一つの意義が現れる。すなわち、イデア論者たちの諸説は、あらゆる善に関わるのでなく、即時的に追求され、愛されるところのものが一つの形相に着せられるのであり、これに反して、
これら即時的に善であるところのものを持ち出したり、何らかの仕方でそれを保全したり、あるいはそれの反対的なものを妨げるところのものは、これら即時的に良きもののゆえに、従ってそれとは異なった意味において善と呼ばれるのだ、というのがそれである。してみれば、善とされるものには明らかに二通りある。即時的に良きものと、こうした良きもののゆえによくあるところのものと。我々はそこで、即時的に良きものを有用なるものから区別した上、前者は果たして単一なイデアに基づいて呼ばれているかどうかを考察しよう。ところで、即時的に良きものとはいかなる性質のものを指すのであろうか。それはおよそ単独にそれだけでも追求されるところのもの。例えば治療するということとか、物を見るということとか、ある快楽とか、名誉とかを指すのであろうか。これらは我々が何らか他のもののゆえに追求することもあるにしても、やはり即時的に良きものに属するべきものであるだろうから。それとも、善のイデア以外のいかなるものもかかるものではないというのであろうか。だとすれば、形相は空なるものとなるであろう。もし、だが今挙げたものがやはりいずれも即時的に良きものに属するとするならば、善の定義はこれらすべてにおいて同一のものとして現れることが必要であろう。あたかも雪においても、煙白においても、白の定義がやはりそうであるように。しかし、善たる限りの名誉、治療、快楽に与えられる定義は、それぞれ区別と差異を有しているのである。してみれば、善はここでもやはり単一なイデアに即した共通的なあるものではないことになる。しかしながら、それではどうしてかかるものがすべて善とされるのであろうか。それらは偶然の暗号によって名称を同じくするだけのものとは思えないのである。それは一つの善から出ているがゆえ、ないしはすべてが一つの善に究極するがゆえであろうか。あるいはむしろ、類比によって叱るのであろうか。例えば目の身体におけるは、あたかも知性の魂におけるごとくである。とうとうといったふうに。思うに、しかしかかる事柄はここでは論ずべきではあるまい。その厳密な論議は、むしろ他の哲学の分野に属するであろう。イデアについてもまたこれと同様である。まことに、たとえあらゆる善について共通的に述語されるような、ないしは独立的にそれ自身としてあるごとき、何らか単一な善が存在するとしても、それは人間の行うべき善、獲得すべき善というものを意味するものでないことは明らかであろう。しからに、今求められているのはまさしくこうした意味での善なのである。だがおそらくは、人は善そのものを知っている方が、行うべき善、獲得すべき善のためにいいのではないか。なぜなら、かかるものをいわば範として持つとき、我々は我々にとっての善をもよりよく知ることができ、知っておればそれに到達することもできるであろうから、と考えるかもしれない。この論議はいくらか主眼するに足るところを持っているが、それはしかし、種々の学問の実際に背いている。というのは、あらゆる学問は何らかの善を目指し、その欠けたるところを探求するが、善そのものの知識のごときは、これを当観に付しているのであり、しかるに、それほどまでに有力な助力たるべきものを、それぞれの学芸の専門家が誰も知らず、これを探求すらしないというごときことは、考え得ない事柄なのである。また、機織りや大工が善そのものを知ることによって、自らの技術に対して何の利益を受けるだろうかということも、ないしはまた、このイデアを見た人が、どうしてそれによって医療や陶酔の能力の上に奥義を加えるところがあるだろうかということも不可解であるだろう。事実、医者の考察するところは、
こうした風の健康というものでさえなく、それは人間の健康であり、いや、おそらくはむしろあの人この人の健康に他ならないように思われる。彼は各人について医療するのであるのだから。このことについてはこれだけにしておく。